これ6万円したんですけど、なんでこの時計を買ったっていうと、時間、時刻見るために買ったんじゃないんですよ。時刻見たんじゃった？スマホとか、ここに時計ついてるから、ここで見ればいいじゃないですか。時刻知りたいじゃないですか。スマホに24時間もしてるんで。自分に飾るために買ったんですよ、この時計。いいじゃないですか。先生だって指輪したりしてたりアクセサリーしてたりするじゃないですか、自分も先生みたいに女子やったら多分指6万で指輪買ったりブレスレット買ったりネックレス買ったりすると思うんですけど、はい、自分は男子だから指輪買ったりブレスレット買ったりネックレスもつけたりしないし、その飾りその代わりに自分自身はアクセサリーとしてこの時計買ったんです。いいじゃないですか。っていうことなんです。どうですか。どうですか。どういうことですか。他の人から よく思われたいんですよ。よく見られたいんですよ。よく見られるためのアクセサリーとしてこの時計買ったんです。指輪、先生が指輪してたりブレスレットしてたりネックレスしてるのと同じような感覚です。だから時刻を測るために買ったんじゃないんですよ、この時計、電波時計で1時間に1回くらい東京から全国に送られる電波受信してるが 0.01 秒も狂ってないんですよ。あ、そうなんや。そんな時計があるんですか。電波時計っていう Bluetooth のやつなんですけど。へー、Bluetooth なんや。知らんか。1時間に1回東京あたりから日本全国に向けて標準時刻の電波が発信されてるんですよ。それを合わせてくれるってこと。それ受信して正確な時刻を合わせてくれるんで、この時計、まあ正確かどうかでも時間これで見ないねんで、あ、一緒ですけどね。アクセサリーつけてるだけ。時間がね、納得してつけるのがいいんちゃいます。時計はしないんですか。時計はね、あんましないかな。スマホ見ればいいもんですもんね。そう、寝るけど電池が切れちゃって、ね、まだしてない。これ6万円したんですけど、なんでこの時計を買ったっていうと、時刻見るために買ったんじゃないんですよ。スマホとかここに時計ついてるからここで見ればいいじゃないですか。時刻知りたいじゃないですか。スマホ24時間もしてるんで、自分に飾るために買ったんですよ、この時計。そう、いいじゃないですか。先生だって指輪したりしてたりアクセサリーしてたりするじゃないですか、自分も先生みたいに女子やったら多分6万で指輪買ったりブレスレット買ったりネックレス買ったりすると思うんですけど、はい、自分は男子だから指輪買ったりブレスレット買ったりネックレスもつけたりしないし、その飾りその代わりに自分自身はアクセサリーとしてこの時計買ったんです。いいじゃないですか。っていうことなんです。どうですか。どうですか。どういうことですか。他の人から よく思われたいんですよ。よく見られたいんですよ。よく見られるためのアクセサリーとしてこの時計買ったんです。指輪、先生が指輪してたりブレスレットしてたりネックレスしてるのと同じような感覚です。だから時刻を測るために買ったんじゃないんですよ。この時計、電波時計で1時間に1回くらい東京から全国に送られる電波受信してるが 0.01 秒も狂ってないんですよ。あ、そうなんや。そんな時計があるんですか。電波時計っていう Bluetooth のやつなんですけど。へー、Bluetooth なんや。知らんか。1
1時間に1回東京あたりから日本全国に向けて標準時刻の電波が発信されてるんですよ。それを合わせてくれる。それ受信して正確な時刻合わせてくれるんで、この、まあ正確かどうかでも時間これで見ないなんで、あ、一緒ですけどね。アクセサリーつけてるだけ。自分がね、何とかしつけるのがいいんちゃう？何言われる？時計はね、あんましないかな。スマホ見ればいいものですもんね。そう、寝るけど電池が切れちゃって、ね、まだしてない。これ6万円したんですけど、なんでこの時計を買ったっていうと、時間、時刻見るために買ったんじゃないんですよ。ここに時計ついてるから、これ見ればいいじゃないですか。自分を知りたいなら、スマホに自分時間をしてるんで、自分に飾るために買ったんですよ、この時計。そう、いいじゃないですか。先生だって指輪したりしてたり、アクセサリーしてたりするじゃないですか、自分も先生みたいに女子やったら多分6万で指輪買ったり、ブレスレット買ったり、ネックレス買ったりすると思うんですけど、はい、自分は男子やから、指輪買ったり、ブレスレット買ったり、ネックレスもつけたりしないし、その飾り、その代わりに自分自身はアクセサリーとしてこの時計買ったんです。うんうんうん、いいじゃないですか。っていうことなんです。どうですか？どうですか？どういうことですか？他の人から よく思われたいんですよ。よく見られたいんですよ。よく見られるためのアクセサリーとしてこの時計買ったんです。指輪、先生が指輪してたり、ブレスレットしてたり、ネックレスしてるのと同じような感覚です。だから時刻を測るために買ったんじゃないんですよ。この時計、電波時計で1時間に1回くらい東京から全国に送られる電波受信してるが 0.01 秒も狂ってないんですよ。あ、そうなんや。そんな時計があるんですか？電波時計っていう Bluetooth のやつなんですけど。へぇ、Bluetooth なんや。知らんか。1時間に1回東京あたりから日本全国に向けて標準時刻の電波が発信されてるんですよ。それを合わせてくれる。それ受信して正確な時刻合わせてくれるんで、この、まあ正確かどうかでも時間これで見ないなんで、あ、一緒ですけどね。アクセサリーつけてるだけ。自分がね、納得してつけるのがいいんちゃう？ん？何言われる？時計はね、あんましないかな。スマホ見ればいいものですもんね。そう、寝るけど電池が切れちゃって、ね、まだしてない。これ6万円したんですけど、なんでこの時計を買ったっていうと、時間、時刻見るために買ったんじゃないんですよ。ここに時計ついてるから、これ見ればいいじゃないですか。自分を知りたいなら、スマホに自分時間をしてるんで、自分を飾るために買ったんですよ、この時計。そう、いいじゃないですか。先生だって指輪したりしてたり、アクセサリーしてたりするじゃないですか、自分も先生みたいに女子やったら多分6万で指輪買ったり、ブレスレット買ったり、ネックレス買ったりすると思うんですけど、はい、自分は男子やから、
指輪買ったりブレスレット買ったりネックレスもつけたりしないし、その飾りその代わりに自分自身はアクセサリーとしてこの時計買ったんです。うんうんうん、いいじゃないっていうことなんです。どうですか、どうですか、良いことですか。他の人から よく思われたいんですよ、よく見られたいんですよ、よく見られるためのアクセサリーとしてこの時計買ったんです。指輪、先生が指輪してたりブレスレットしてたりネックレスしてるのと同じような感覚です。だから時刻を測るために買ったんじゃないんですよ。この時計、電波時計で1時間に1回くらい東京から全国に送られる電波受信してるが 0.01 秒も狂ってないんですよ。あ、そうなんや、そんな時計があるんですか。電波時計っていう Bluetooth のやつなんですけど。へぇ、Bluetooth なんや、知らんか。1時間に1回東京あたりから日本全国に向けて標準時刻の電波が発信されてるんですよ。それを合わせてくれるってこと。それ受信して正確な時刻を合わせてくれるんで、この時まあ正確かどうかでも時間これで見ないねんで、あ、一緒ですけどね、アクセサリーつけてるだけ。時間がね、納得してつけるのがいいんちゃいます。時計はしないんですか。時計はね、あんましないかな。スマホ見ればいいもんですもんね。そう、寝るけど電池が切れちゃって、ね、まだしてない。これ6万円したんですけど、なんでこの時計を買ったっていうと、時刻見るために買ったんじゃないんですよ。スマホとかここに時計ついてるからこれ見ればいいじゃないですか。事故を知りたいなら、うん、スマホ24時間もしてるんで、自分に飾るために買ったんですよ、この時計。そう、いいじゃないですか。先生だって指輪したりしてたりアクセサリーしてたりするじゃないですか、うん、自分も先生みたいに女子やったら多分6万で指輪買ったりブレスレット買ったりネックレス買ったりすると思うんですけど、はい、自分は男子だから指輪買ったりブレスレット買ったりネックレスもつけたりしないし、その飾りその代わりに自分自身はアクセサリーとしてこの時計買ったんです。うんうんうん、いいじゃないっていうことなんです。どうですか、どうですか、良いことですか。他の人からよく思われたいんですよ、よく見られたいんですよ、よく見られるためのアクセサリーとしてこの時計買ったんです。指輪、先生が指輪してたりブレスレットしてたりネックレスしてるのと同じような感覚です。だから時刻を測るために買ったんじゃないんですよ。この時計、電波時計で1時間に1回くらい東京から全国に送られる電波受信してるが 0.01 秒も狂ってないんですよ。あ、そうなんや、そんな時計があるんですか。電波時計っていう Bluetooth のやつなんですけど。へー、Bluetooth なんや、知らんか。1時間に1回東京あたりから日本全国に向けて標準時刻の電波が発信されてるんですよ。それを合わせてくれる。それ受信して正確な時刻を合わせてくれるんで、この、まあ正確かどうかでも時間これで見ないねんで、あ、一緒ですけどね、アクセサリーつけてるだけ。時間がね、何としてつけるのがいいんちゃいます。Thank you.
時計はね、あんましないかな。スマホ見ればいいもんですもんね。そう、寝るけど電池が切れちゃって、ね、まだしてない。これ6万円したんですけど、なんでこの時計を買ったっていうと、時間、時刻見るために買ったんじゃないんですよ。時刻見たんじゃった。スマホとか、ここに時計ついてるから、これ見ればいいじゃないですか。時刻を知りたいなって、スマホに自分時間を持ってるんで。自分に飾るために買ったんですよ、この時計。いいじゃないですか。先生だって指輪したりしてたりアクセサリーしてたりするじゃないですか、うん、自分も先生みたいに女子やったら多分6万で指輪買ったりブレスレット買ったりネックレス買ったりすると思うんですけど、はい、自分は男子やから指輪買ったりブレスレット買ったりネックレスもつけたりしないし、その飾り、その代わりに自分自身はアクセサリーとしてこの時計買ったんです。うんうんうん、いいじゃないですか。っていうことなんです。どうですか？どうですか？いいことですか？他の人から よく思われたいんですよ。よく見られたいんですよ。よく見られるためのアクセサリーとしてこの時計買ったんです。指輪、先生が指輪してたり、ブレスレットしてたり、ネックレスしてるのと同じような感覚です。だから時刻を測るために買ったんじゃないんですよ、うん、はい、この時計、電波時計で1時間に1回くらい東京から全国に送られる電波受信してるが 0.01 秒も狂ってないんですよ。あ、そうなんや、そんな時計があるんですか。電波時計っていう Bluetooth のやつなんですけど。へー、Bluetooth なんや。1時間に1回東京あたりから日本全国に向けて標準時刻の電波が発信されるんですよ。それを合わせてくれる。それ受信して正確な時刻を合わせてくれるんで、この、まあ、正確かどうかでも時間これで見ないなんで、あ、一緒ですよね。アクセサリーをつけてるだけ。時間がね、納得してつけるのが見ちゃう。時計はね、あんましないかな。スマホ見ればいいもんですもんね。そう、寝るけど電池が切れちゃって、ね、まだしてない。これ6万円したんですけど、なんでこの時計を買ったっていうと、時間、時刻見るために買ったんじゃないんですよ。ここに時計ついてるから、これ見ればいいじゃないですか。自分を知りたいなって、スマホに自分時間を持ってるんで。自分に飾るために買ったんですよ、この時計。そう、いいじゃないですか。先生だって指輪したりしてたり、アクセサリーしてたりするじゃないですか、うん、自分も先生みたいに女子やったら多分6万で指輪買ったり、ブレスレット買ったり、ネックレス買ったりすると思うんですけど、はい、自分は男子やから指輪買ったりブレスレット買ったりネックレスもつけたりしないし、その飾り、その代わりに自分自身はアクセサリーとしてこの時計買ったんです。うんうんうん、いいじゃないですか。っていうことなんです。どうですか。どうですか。いいことですか。他の人から よく思われたいんですよ。よく見られたいんですよ。よく見られるためのアクセサリーとしてこの時計買ったんです。指輪、先生が指輪してたりブレスレットしてたりネックレスしてるのと同じような感覚です。だから時刻を測るために買ったんじゃないんですよ、
雲時計、電波時計で1時間に1回くらい東京から全国に送られる電波受信してるが 0.01 秒も狂ってないんですけど。あ、そうなんや、そんな時計があるんですか。電波時計っていう Bluetooth のやつなんですけど。へぇ、Bluetooth なんや、知らんか。1時間に1回東京あたりから日本全国に向けて標準時刻の電波が発信されるんです。それを合わせてくれるの。それ受信して正確な時刻を合わせてくれるんで、この時、まあ正確かどうかでも時間これで見ないねんで、あ、一緒ですけどね。アクセサリーつけてるだけ。時間がね、納得してつけるのがいいんちゃいます。時計はしないんですか。時計はね、あんましないかな。スマホ見ればいいもんですもんね。そう、寝るけど電池が切れちゃって、まだしてない。これ6万円したんですけど、なんでこの時計良かったっていうと、時刻見るために買ったんじゃないんですよ。スマホとかここに時計ついてるから、これ見ればいいじゃないですか。自分を知りたいなら、スマホ24時間もしてるんで、自分を飾るために買ったんですよ、この時計。そう、いいじゃないですか。先生だって指輪したりしてたり、アクセサリーしてたりするじゃないですか、自分も先生みたいに女子やったら多分6万で指輪買ったり、ブレスレット買ったり、ネックレス買ったりすると思うんですけど、はい、自分は男子だから指輪買ったり、ブレスレット買ったり、ネックレスもつけたりしないし、その飾り、その代わりに自分自身はアクセサリーとしてこの時計買ったんです。うんうんうん、いいじゃないですか。っていうことなんです。どうですか。どうですか、いいことですか。他の人から よく思われたいんですよ、よく見られたいんですよ。よく見られるためのアクセサリーとしてこの時計買ったんです。指輪、先生が指輪してたり、ブレスレットしてたり、ネックレスしてるのと同じような感覚です。だから時刻を測るために買ったんじゃないんですよ。この時計、電波時計で1時間に1回くらい東京から全国に送られる電波受信してるが 0.01 秒も狂ってないんですけど。あ、そうなんや、そんな時計があるんですか。電波時計っていう Bluetooth のやつなんですけど。へぇ、Bluetooth なんや、知らんか。1時間に1回東京あたりから日本全国に向けて標準時刻の電波が発信されるんです。それを合わせてくれる。それ受信して正確な時刻を合わせてくれるんで、この時、まあ正確かどうかでも時間これで見ないねんで、あ、一緒ですけどね。アクセサリーつけてるだけ。時間がね、納得してつけるのがいいんちゃいます。時計はね、あんましないかな。スマホ見ればいいもんですもんね。そう、寝るけど電池が切れちゃって、まだしてない。これ6万円したんですけど、なんでこの時計良かったっていうと、時刻見るために買ったんじゃないんですよ。ここに時計ついてるから、これ見ればいいじゃないですか。自分を知りたいなら、スマホ24時間もしてるんで、自分を飾るために買ったんですよ、この時計。
いいじゃないですか。だって指輪したりしてたりアクセサリーしてたりするじゃないですか、うん、自分も先生みたいに女子やったら多分指6万で指輪買ったりブレスレット買ったりネックレス買ったりすると思うんですけど、はい、自分は男子やから指輪買ったりブレスレット買ったりネックレスもつけたりしないし、その飾りその代わりに自分自身はアクセサリーとしてこの時計買ったんです。うんうんうん、いいじゃないですか。っていうことなんです。どうですか。どうですか。どういうことですか。他の人からよく思われたいんですよ。よく見られたいんですよ。よく見られるためのアクセサリーとしてこの時計買ったんです。指輪、先生が指輪してたり、ブレスレットしてたり、ネックレスしてるのと同じような感覚です。だから時刻を測るために買ったんじゃないんですよ。この時計、電波時計で1時間に1回くらい東京から全国に送られる電波受信してるが 0.01 秒も狂ってないんですよ。あ、そうなんや。そんな時計があるんですか。電波時計っていう Bluetooth のやつなんですけど。へぇ、Bluetooth なんや。知らんか。1時間に1回東京あたりから日本全国に向けて標準時刻の電波が発信されてるんですよ。それを合わせてくれる。それ受信して正確な時刻を合わせてくれるんで、この、まあ正確かどうかでも時間これで見ないねんで、あ、一緒ですけどね。アクセサリーつけてるだけ。時間がね、納得してつけるのがいいんちゃう？ん？何言われる？時計はね、あんましないかな。スマホ見ればいいもんですもんね。そう、寝るけど電池が切れちゃって、ね、まだしてない。これ6万円したんですけど、なんでこの時計良かったっていうと、時刻見るために買ったんじゃないんですよ。ここに時計ついてるからこれ見ればいいじゃないですか。自分を知りたいなら、うん、スマホ24時間持ってるんで、自分を飾るために買ったんですよ、この時計。そう、いいじゃないですか。先生だって指輪したりしてたりアクセサリーしてたりするじゃないですか、うん、自分も先生みたいに女子やったら多分6万で指輪買ったりブレスレット買ったりネックレス買ったりすると思うんですけど、はい、自分は男子やから指輪買ったりブレスレット買ったりネックレスもつけたりしないし、その飾りその代わりに自分自身はアクセサリーとしてこの時計買ったんです。うんうんうん、いいじゃないですか。っていうことなんです。どうですか。どうですか。どういうことですか。他の人からよく思われたいんですよ。よく見られたいんですよ。よく見られるためのアクセサリーとしてこの時計買ったんです。指輪、先生が指輪してたりブレスレットしてたりネックレスしてるのと同じような感覚です。だから時刻を測るために買ったんじゃないんですよ。この時計、電波時計で1時間に1回くらい東京から全国に送られる電波受信してるが 0.01 秒も狂ってないんですよ。あ、そうなんや。そんな時計があるんですか。電波時計っていう Bluetooth のやつなんですけど。へぇ、Bluetooth なんや。知らんか。1時間に1回東京あたりから日本全国に向けて標準時刻の電波が発信されてるんですよ。それを合わせてくれる。それ受信して正確な時刻を合わせてくれるんで、この、まあ正確かどうかでも時間これで見ないねんで、あ、一緒ですけどね。アクセサリーつけてるだけ。時間がね、納得してつけるのがいいんちゃう。
しないんですか？時計はね、あんましないかな。スマホ見ればいいもんですもんね。そう、寝るけど電池が切れちゃって、まだしてない。これ6万円したんですけど、なんでこの時計を買ったっていうと、時間、時刻見るために買ったんじゃないんですよ。時刻見るためだったら、スマホとか、ここに時計ついてるから、これ見ればいいじゃないですか。時刻を知りたいなら、スマホ24時間もしてるんで。自分に飾るために買ったんですよ、この時計。そう、いいじゃないですか。先生だって指輪したりしてたり、アクセサリーしてたりするじゃないですか、自分も先生みたいに女子やったら多分指6万で指輪買ったり、ブレスレット買ったり、ネックレス買ったりすると思うんですけど、はい、自分は男子だから指輪買ったり、ブレスレット買ったり、ネックレスもつけたりしないし、その飾り、その代わりに自分自身はアクセサリーとしてこの時計買ったんです。いいじゃないですか、っていうことなんです。どうですか、どうですか、どういうことですか。他の人から よく思われたいんですよ、よく見られたいんですよ。よく見られるためのアクセサリーとしてこの時計買ったんです。指輪、先生が指輪してたり、ブレスレットしてたり、ネックレスしてるのと同じような感覚です。だから時刻を測るために買ったんじゃないんですよ、この時計。電波時計で1時間に1回くらい東京から全国に送られる電波受信してるが 0.01 秒も狂ってないんですよ。あ、そうなんや、そんな時計があるんですか。電波時計っていう Bluetooth のやつなんですけど。へー、 Bluetooth なんや、知らんか。1時間に1回東京あたりから日本全国に向けて標準時刻の電波が発信されるんですよ。それを合わせてくれる。それ受信して正確な時刻を合わせてくれるんで、この、まあ正確かどうかでも時間これで見ないねんで、あ、一緒ですけどね。アクセサリーつけてるだけ。自分がね、何とかしつけるのがいいんちゃう。時計はね、あんましないかな。スマホ見ればいいもんですもんね。そう、寝るけど電池が切れちゃって、まだしてない。これ6万円したんですけど、なんでこの時計を買ったっていうと、時間、時刻見るために買ったんじゃないんですよ。ここに時計ついてるから、これ見ればいいじゃないですか。時刻を知りたいなら、スマホ24時間もしてるんで。自分に飾るために買ったんですよ、この時計。そう、いいじゃないですか。先生だって指輪したりしてたり、アクセサリーしてたりするじゃないですか、自分も先生みたいに女子やったら多分6万で指輪買ったり、ブレスレット買ったり、ネックレス買ったりすると思うんですけど、はい、自分は男子やから、指輪買ったり、ブレスレット買ったり、ネックレスもつけたりしないし、その飾り、その代わりに自分自身はアクセサリーとしてこの時計買ったんです。いいじゃないですか。っていうことなんです。どうですか？どうですか？どういうことですか？他の人からよく思われたいんですよ。よく見られたいんですよ。よく見られるためのアクセサリーとしてこの時計買ったんです。指輪、先生が指輪してたり、ブレスレットしてたり、ネックレスしてるのと同じような感覚です。だから時刻を測るために買ったんじゃないんですよ。
雲時計、電波時計で1時間に1回くらい東京から全国に送られる電波受信してるが 0.01 秒も狂ってないんですよ。あ、そうなんや、そんな時計があるんですか。電波時計っていう Bluetooth のやつなんですけど。へぇ、Bluetooth なんや。知らんか。1時間に1回東京あたりから日本全国に向けて標準時刻の電波が発信されるんですよ。それを合わせてくれる。それ受信して正確な時刻合わせてくれるんで、この、まあ正確かどうかでも時間これで見ないなんで、あ、一緒ですけどね。アクセサリーつけてるだけ。時間がね、納得してつけるのがいいんちゃう？ん？何言われる？時計はね、あんましないかな。スマホ見ればいいもんですもんね。そう、寝るけど電池が切れちゃって、ね、まだしてない。これ6万円したんですけど、なんでこの時計良かったっていうと、時間、時刻見るために買ったんじゃないんですよ。ここに時計ついてるから、これ見ればいいじゃないですか。自分を知りたいなら、スマホ24時間持ってるんで、自分を飾るために買ったんですよ、この時計。そう、いいじゃないですか。先生だって指輪したりしてたり、アクセサリーしてたりするじゃないですか、自分も先生みたいに女子やったら、多分指6万で指輪買ったり、ブレスレット買ったり、ネックレス買ったりすると思うんですけど、はい、自分は男子だから、指輪買ったり、ブレスレット買ったり、ネックレスもつけたりしないし、その飾り、その代わりに自分自身はアクセサリーとしてこの時計買ったんです。うんうんうん、いいじゃないですか。っていうことなんです。どうですか。どうですか。どういうことですか。他の人から よく思われたいんですよ。よく見られたいんですよ。よく見られるためのアクセサリーとしてこの時計買ったんです。指輪、先生が指輪してたり、ブレスレットしてたり、ネックレスしてるのと同じような感覚です。だから時刻を測るために買ったんじゃないんですよ。この時計、電波時計で1時間に1回くらい東京から全国に送られる電波受信してるが 0.01 秒も狂ってないんですよ。あ、そうなんや、そんな時計があるんですか。電波時計っていう Bluetooth のやつなんですけど。へぇ、Bluetooth なんや。知らんか。1時間に1回東京あたりから日本全国に向けて標準時刻の電波が発信されるんですよ。それを合わせてくれる。それ受信して正確な時刻合わせてくれるんで、この時、まあ正確かどうかでも時間これで見ないなんで、あ、一緒ですけどね。アクセサリーつけてるだけ。時間がね、納得してつけるのがいいんちゃう。時計はね、あんましないかな。スマホ見ればいいもんですもんね。そう、寝るけど電池が切れちゃって、まだしてない。